セディキットとは、ユニックス系システムにおいて、CD、DVD オーサリングを行うための、コンピュータプログラムコレクションである。セディキットは、デビアンプロジェクトによるセディトゥールズのフォークに橋を発する。セディキットは、GNU ゼネラルパブリックライセンスバージョン2の、ライセンスのもとリリースされている。現在、フェドラ、ゲントリナックス、マンドラバリナックス、オペンセ、ウブンツ、 そして、アーチリナックスこれらすべてのリナックスディストリビューションには、セディキットが含まれている。また、フリーブスドにも含まれている。ヨーグジャスパートが、セディキットプロジェクトのリーダー兼リリースマネージャーである。以下の使用コンポーネントからなる、多くのソフトウェアがセディキットをバックエンドとして使用する。セディキットは少なくとも近い将来、セディトゥールズバージョン 2.01-01a08 との、 インターフェース後完成は維持される。このため、ブラセロ、K3 ビット、XCD ロースと、X アプリケーションなどを含む多くのフロントエンドプログラムが使用している。2006年に起こったライセンスに関する論争により、デビアンのセディトゥールズパッケージメンテナーは、セディトゥールズをセディキットにフォークした。セディトゥールズの限界発者、イエルクシリングは、 セディトゥールズを彼がライセンスをコモンデベロップメントディストリビューションライセンスに変更した新しいビルドシステムを使用するように作り変えた。その翌年彼はセディトゥールズの使用コードのライセンスも CDDL に変更した。デビアンはこの変更がバイナリ形式でのソフトウェア配布において問題を引き起こす可能性があると主張している。セディトゥールズの パッケージメンテナンスを行っているデビアン開発者は次のことを公に述べている。デビアンはもはやセリトゥールズを配布できなくなった。なぜならば GPL は GPL 非互換な制限を加えるライセンスに従うコードを GPL なコードとともにパッケージ化するのを認めていないからである。デビアン開発者のドン・アームストロングはこの問題を解決する一つの可能な方法は デュアルライセンスであることを示唆している。イエルク・クシュリンクは、ライセンス問題などなく、オープンソースの定義パラグラフ9を参考にすればわかる話であると主張している。彼は、セディ・トゥールズは各コードが独立して動作しておりまた、彼は、ライセンスの変更は一切同意しないと主張している。この難局に直面し、デビアン開発者は、セディ・トゥールズが GPL からライセンス変更される。 直前のソースコードのコピーを用意し、ツール名をリネームした上で、結果として、セディキットという名前の新たなパッケージとして、GPL でリリースした。イエルクシュリンクは、セディレコードのウェブサイトにて、ライセンス問題はすべて、彼がマキソフスコマンドに UTF-8 サポートを組み込む、パッチをコード品質が低いということで却下したことに不満を持った人々がでっち上げた。 作り話であると主張し、フォークはセディトゥールズプロジェクトに対する攻撃であると宣言した。彼によれば、デビアンのフォークこそが GPL と著作権に反しており、著作者の許可を得ることなくオリジナルのプログラムを使用している。そのことによりデビアンはセディキットを法的には配布できないとされる。また、彼はセディキットには最新のセディトゥールズにはないバグがあると主張する。 一例を挙げると、セディキットは DVD RDL ディスクを正常に作成できないとされる。イエルクシュリンクは、セディキットがフォークされて、以降もセディトゥールズのアップデートを継続している。2011年5月時点の最新版は、同年4月にリリースされており、セディリコードプログラムのバージョンは 3.01a04 である。セディキットは、セディトゥールズバージョン2.01。 01a08 を元にしており、付属のオッティムプログラムは2011年春季の最新版であるレッドハットエンタープライズリナ Linux ジョン6ではバージョン1.19となっている。セディリコードはブルーレイ機器、すべての CD、DVD メディアを扱う機能を持っており、ロケールサポートも提供されている。ありがとうございます。